どうも愛嬌です。今日はですねシャークヘルメットさんの D スコール2というフルフェイスヘルメットをご紹介したいと思います。皆さんこのシャークヘルメットってご存知でしょうか。実はワイズギアが扱ってるヘルメットなんですけど、ワイズギアっていうとゼニスのヘルメットが有名ですよね。でもね実はこのシャークヘルメットっていうヘルメットも扱ってるんですよ。そういう輸入元に関してはミッドランドとかアーマライトジーンズを扱ってるリンクスさんが輸入元になってるんですけど、このワイズギアさんが扱ってるというような形になってます。シャークヘルメット自体はですねフランスのメーカーで MotoGP とかの選手にヘルメット供給してたりするので、レースが好きな人は知ってるっていう人も多いかもしれないですね。ワイズギアさんが取り扱い始めた当時はですねダラクという製品を扱ってたんですけど、僕一度このダラクっていうヘルメットはね取り上げたことがあります。ただこの YouTube のチャンネルを始める前だったのでウェブメディアでだけね取り上げたんですよ。でこの商品はですねジェットヘルメットをベースにマスクとゴーグルをつけるとフルフェイス化することができて、ものすごいミリタリー感あふれる造形だったので、僕は結構ね気に入ってるヘルメットの一つでした。このダラクの取り扱いからスタートしてですね、今現在はこのシステムヘルメットから MotoGP の選手とかに提供するようなヘルメットまでかなりね取り扱いの幅も広がってます。今回紹介する D スコール2に関しては結構ね多機能型のヘルメットで、ツーリングとか通勤とかにも使いやすい、割とコスパに優れたモデルとなっています。それでは今回は D スコール2ご紹介していきたいと思います。はい、それではですね箱から出して中身を紹介していこうと思うんですけど、まずは付属品とかね空張りとか紹介していきます。箱はこんな感じです。これサメの背びれみたいな感じですよね。シャークヘルメットさんってどういう意味でシャークヘルメットなのかなと思ってたんですけど、このねロゴとか見てるとまさにサメのイメージでねブランドネームは付けられてるんじゃないかと思いますね。では開閉してみます。はい、中身はこんな感じですね。シャークっていうロゴが入ってますけど、袋がついてます。かなりシンプルな感じですね。裏側はロゴなしですね。表側だけシャークのロゴとこのアルファベットが入っております。はい、中身がこんな感じですね。どうですか、結構かっこよくないですか。僕ねちょっとね今回このグラフィックモデルがすごいかっこいいなと思って、今回このグラフィックのモデルをねお借りしてます。で空張りです。空張りの方はですね単色モデルがブラックとホワイトとマットブラックの3色が用意されていて、価格は定価35,200円ですね。でグラフィックモデルは7色用意されてるんですけど、オリベイラ・ファルコというモデルだけ41,050円、その他のモデルは38,500円となってます。で僕の推しはこのグラフィックモデルなんですけど、シガングリーンというカラーです。これね光の当たり方でねちょっとね色の見え方が変わってくるって特殊なグラフィックなんですよ。袋外の付属品も紹介していきたいと思います。はい、まずはこちらですね、ピンロックシートになります。僕は自分が使っているヘルメットにもこのピンロックのシートついてるんですけど、シールドに取り付けすることで曇りにくくするシートですね。この間も雨の日に走ったんですけど、これ貼ってたのでかなりね曇りにくかったですね。これはすごい効果があるんでねおすすめです。で続いてですねこちら説明書が付属されてます。結構ねちゃんとページ数がある説明書なんですけど、フランスのヘルメットのメーカーさんなんですけど、もちろんねこの説明書の内容は日本語で書かれてます。あ、取り扱いのところワイズギアっていう風に入ってますね。で結構ね丁寧に書かれてて、シールドの外し方とかですね、あと内装の外し方とか、こういうメンテナンスのところに関してもちゃんとねイラスト入りで書かれているので非常に分かりやすいです。でヘルメット初心者の人が扱う時にですね、顎紐の締め方とかシールドの外し方とかねかなり細かく書かれているので、これはねかなり親切な説明書ですね。あ、でこの袋はねこれ、まあ、シンプルなデザインなんですけど、内側とね表側これ1枚の生地だと思うんですけど、こちらの裏側に関しては結構ね肌触りのいい生地になってて、まあ、ヘルメットを傷つかないようにしてるんでしょうね。で下側はですねこの4本の紐をギュッと絞って締まる形になってます。それではこの後は細かくデザインの方を触れていきたいと思います。はい、ではこちらの D スコール2のデザイン触れていきたいと思います。まずは一周ぐるりとこんな感じですね。基本的にはまずこちらブラックの塗装がされていて、その上にこのグラフィックが
貼られている形になるんですけど、まあ、このグラフィックはステッカーですね。でそのステッカーの上からクリアの塗装で閉じているというような形になります。でこのグラフィックの部分がですね、鳥の羽とあとなんか植物の葉っぱみたいのが組み合わされているようなですね、かなり独創的なグラフィックとなってるんですけども、このグラフィックの部分にパールが入っていて、光の当たり方でちょっとわかるかな、なかなか見て分かってもらうの難しいんですけど、青とかね、緑とか紫とかね、結構光の当たり方で発色が変わってくるっていうグラフィックが貼られてます。これが結構デザイン上の最大の特徴ですね。でシャープのロゴに関してはこの額の部分に1箇所と後頭部の部分に1箇所、それとサイドの方の両端にも入ってるんですけど、まあ、これはグラフィックと一体化してる形ですね。まあ、クリア塗装の下に貼られてる形なので、まあ、ステッカーとかは剥がすことはできないです。後頭部の部分にはですね、こちら PSC と SG のステッカーも貼られてますね。でその横にサイズのステッカーも貼られてるんですけど、まあ、サイズの方は剥がしちゃった方がいいと思います。デザインの特徴でもう一個大きいのはですね、この後頭部のここの部分ですね、ここにかなり大きめのスポイラーがついてます。それとね、横から見た時にこの顎の部分ですね、ここの顎の部分がね、かなりギュッと絞られた感じのデザインになってますね。でこの横の顎の部分のエッジもそうなんですけど、あとねこの上の部分ですね、ここのスポイラーに行くまでの上の部分も結構ねしっかりこうエッジが立ってるようなデザインになっていて、全体的にね結構シャープな印象のヘルメットになってますね。はい、では続いては機能性触れていきたいと思います。まずですね、ベンチレーションから紹介していきたいんですけど、ベンチレーションに関してはこの頭頂部のところに1箇所と口元に1箇所という形になってます。で頭頂部はですね、ここにノブが1箇所ついてて、これをスライドさせることで開くようになってるんですけど、この、ね、スライドさせたところにね、オープンって表示されます。結構このベンチレーションの形状によってはどっちにやったら空いてるのって分かんなくなるようなものもあるんですけど、これはねノブをスライドさせた時にオープンって表示されるので、あ、こっちにスライドさせるとベンチレーションが開くのねっていうのが非常に分かりやすくなってます。でこの口元の部分に関してはこの下の部分をギュッと押すとですね、上がパコっていって開くような形になってるんですけど、このベンチレーションのですね、入り口がちょっと上側なんですよね。ここに走行風を取り込むとなると、こういう状態だと取り込みづらいですよね。ちょっとレーシングポジション、こういう感じのポジションにした方が取り込みやすいんじゃないかと思うんですよね。でこちらのヘルメットに関してはインナーバイザー付きのヘルメットになるんですけども、このインナーバイザーの出し入れがですね、ここのシールドのベース部分、ここですね、このシールドのベースをピカッとスライドさせると出るようになってるんですよ。これちょっと珍しいですね。だいたいこのシールドのベースのちょっと下側とか、あとこの下縁の部分にですね、ノブがついてて、それを操作するとインナーバイザーが出るっていう製品が多いんですけど、ここはですね、このシールドのベースの部分に機能を持たせてるんですよ。これなかなか画期的なような気がしますね。この下縁の部分とかについてるとね、インカムが取り付けしにくくなっちゃったりするんですけど、まあ、ここだったら絶対邪魔することないですよね。これはインカム性的には非常にいい機能だと思います。でこのインナーバイザーなんですけど、これ今全開に出している状態なんですけど、これ非常に幅が広いですね。ここのノーズガードがあるんですけど、このノーズガードの中央の部分、ここの部分よりこのインナーバイザーの方が下の方まで来てるんですよ。なので視界はほぼほぼこのインナーバイザーで隠れる形になりますね。顔もほぼこのバイザー出してると見えないと思いますんで、まあ、基本的にあんま顔出して走りたくないっていう人はね、このインナーバイザー出してるとバッチリ隠れますね。でインカムの装着に関しては、この左のこの辺の面はですね、特にエッジが立ってるわけではないので、両面テープで取り付けする分には全く問題なく取り付けできると思います。でちょっとね、実際クリップで今回取り付けてみますね。はい、今ですね、これクリップで取り付けてみたんですけど、こんな感じでついてます。でクリップで付ける場合にはですね、この下縁の部分、これね、この下縁のゴムが折り返しがついてるんですよ。で後ろの方に行くにつれてこの折り返しの量が多くなるので、前の方はねこの折り返しが少ないんですよ。なんでクリップでつける場合はちょっと前の方につける形になりますね。でもどうでしょう、つけた位置としてはそんなに極端に前側になってるって感じではないと思うんですよね。これだったら別に操作も特に問題ないんじゃないかと思います。もう少し後ろにつけることもできますね。で機能性最後はですね、こちらラチェットバックルですね。
こちらは脱着が簡単なラチェットバックルが採用されてます。で、まあ、製品によってはちょっとこのラチェットバックルが首に当たっちゃうっていうものもあったりするんですけど、さっきねちょっと試着してみた限りはそれも問題なさそうでした。はい、続いて内装をご紹介していきます。まずトップ内装がこんな感じですね。こちらがトップ内装になります。続いてチークパッドですね。チークパッド、はい、こちらがチークパッドになります。チークパッドですね。でそれプラスですね、こちらのチンカーテンも脱着できるようになってますので、内装は4点取り外しができるようになってます。顎紐にカバーがついてるんですけど、顎紐のカバーに関しては取り外しができないですね。でまずこの内装の肌に当たる部分なんですけど、この肌に当たる部分に関してはメッシュの生地が採用されてます。なのでまあ結構汗をかいたりしても比較的汗はしっかり吸ってくれるんじゃないかと思いますね。この辺特に言及されてないんですけど、見た感じはしっかり汗を吸ってくれそうな感じがします。で、被る時に見える部分ですね、この見える部分に関してはちょっとねベロアっぽい感じの素材が採用されてるんですよね。結構この辺ね質感の高さっていうのを感じさせてくれますね。でこちらのチークパッドに関してはですね、まずボタン3点で取り付けできるようになってます。それプラスここにマジックテープもついてるんですね。このボタン3点だけで十分なような気もしますけどね。さらにマジックテープでも留められるようになってます。でこのボタンの色が赤なんですよね。これちょっと差し入れになっててかっこいいような感じがしますね。であとですね、チークパッドに関してはここの部分ですね、ここの部分ね、あのクッションが抜かれてるんですよ。まあ、ここどこの部分かというとこめかみの部分ですね。これはメガネのライダーたちがですね、メガネを通すときにツルが通りやすいように配慮されてます。厚さはねこれ40ミリって書いてありますね。で XSM40mm って書いてあるんで、まあ、サイズによってここの厚みが違うっていう感じだと思います。結構ねしっかりした厚みがあります。次にトップ内装なんですけど、トップ内装がこちらですね。こちらは M サイズって書いてあるんで、トップ内装はサイズ前に違うのかなっていう感じですね。内側にシャークのロゴも入ってるんですけど、ちょっと変わってるのがこれね、ボタンとかは一切ついてないんですよ。差し込みだけで固定する形になってます。あとね、後頭部の後ろ側の部分ですね、ここの部分なんですけど、ここの部分にもねクッションが入ってるんですよ。これどこの部分に当たるかっていうと、ここなんですよね。一般的なヘルメットってここの部分ってあんまりクッションついてないんですけど、これはですねついてるんですよね。これちょっと不思議だなと思いました。でこちらのチンカーテンはですね、これ結構広めですね。さっき見た感じですね、結構この顎のここの部分までですねしっかりカバーしてくれそうな感じがするんですけど、生地がねやや薄めのメッシュ素材なんですよね。これまあある程度これだと風通すんじゃないかなとは思うんですけど、少しこう通気を持たせつつ遮音性を高めてるのかなっていう感じがしますね。このあたり後で実際走ってみて確かめてみたいと思います。はい、では続いては重さを測ってみたいと思います。今回はシャークヘルメットの D スコール2の M サイズ、グラフィックはシガンですね。基本的にヘルメットに関しては塗装の仕方とかで多少重さに個体差が出ます。それと単色に比べるとグラフィックモデルは使ってる塗料の量とかステッカーの量が多くなる分、重さ的には重くなります。では実際に測定してみます。1594g ですね。インナーバイザーとラチェットバックル装備していると基本的にはだいたい 1600g オーバーなんですけど、これは 1594g なので、一般的な多機能型のヘルメットと比べると少し軽いっていう感じですね。シャークヘルメットのですね D スコール2をかぶって走っています。
今日の天気は晴れなんですけども、かなり風が強いですね。乗ってるバイクは Nmax の155になります。ちょっとヘルメットのテストをするには風が強いので、条件的には良くないかなっていう感じではあります。まずサイズ感に関してなんですけれども、かぶり口はね結構狭めですね。なのでかぶる時に関してはぐっと顎紐を持ちながら広げてかぶる形になります。僕の頭のサイズはですね、省エー、アライ、カブト、どのヘルメットメーカーのヘルメットも M サイズで大丈夫という頭です。で、LS2 とか海外のヘルメットも M サイズとかで大丈夫なんですけど、僕の頭はですね、省エーの内装をベースに結構パーソナルフィッティングで前後ともに持ってもらってまして、横側もね、ちょっと持ってもらってるんですよ。なので頭のサイズ的には S から M サイズの中間というぐらいの頭なんですよね。なんで海外ヘルメットメーカーのサイズに関しても M サイズで問題なしでかぶれてるというような状態なんですけども、こちらのですね、シャークのヘルメットも M サイズで問題なくかぶれてます。ただね、結構横幅に関してはぴったりだなっていう感じですね。僕の場合きつくは感じないんですけど、横幅は結構ピタピタな感じがします。まあ、ヨーロッパ系のヘルメットはちょっと横幅狭かったりすると思うんですけれども、これもその傾向は多少あるかなっていう感じがします。 M サイズ買って内装の調整とか全くせずにぴったりという方は、シャークのヘルメットを M サイズ買っちゃうとちょっときつく感じるかもしれないですね。で、チークパッドもね、割とピタッとしてますね。で、しかもね、若干圧迫感強めです。なので、まあ今普通に喋れてますけど、ただ喋るときにですね、頬がちょっと潰れているので、若干喋りにくいなっていう感じはありますね。重さはこちらのヘルメット 1500g 台なんですよね。このインナーバイザー付きでラチェットバックルが付いているヘルメットで、ね、1500g 台ってね、なかなかないですよ。だいたいね、1600g 台で、まあしかもちょっと後半ぐらいになることが多いんですよね。まあそんな中で 1500g 台なので、まあこういう多機能型のヘルメットが欲しいんだけど、できるだけ軽い方がいいというですね、方にはこちらのディスコール2は結構おすすめですね。で、割と内装がしっかりフィットしているので、重さもそんなに負担に感じないですね。僕は結構普段軽いヘルメットを使ってますけど、こちらのヘルメットはね、そんなに重さ感じないです。結構ね、重さを重視したい方、軽いヘルメットがいいという方にもおすすめなんじゃないかと思いますね。駅前を走ってきたので、結構ストップアンドゴーを繰り返すようなシチュエーションだったんですけど、今もね、また信号が赤なんで止まりますけど、まあこういうシチュエーションだと、どうしてもね、シールドが曇りがちじゃないですか。で、まあこちらのヘルメットに関しては、ピンロックシートがついてるので、そもそもそれ貼っちゃえば相当曇りにくくはなるんですけど、まあまあブレスガードがでかいんですよ。なので、まあ今回ね、ピンロックシート貼ってないんですけど、多少は曇りますよ。信号待ちで止まるとね、多少シールドの下の方が曇るっていうのはあるんですけど、そんなに曇らないですね。ブレスガードはね、やっぱ大事ですよ。で、さらにピンロック貼っちゃえばもう無双だと思うんで、まあこのヘルメットのシールドに関してはそんなに曇らんというふうに思っておいていいと思いますね。で、歪みとかもこのクリアシールドの方は一切ないですね。インナーシールド出してみようか。どこだ？まあここか。ちょっと一瞬ね、こうシールドの操作、インナーシールドの方はどこか迷いますね。だいたいこの下縁かベースの下ぐらいにあるものが多いので、まあ、これの場合シールドのベースのところにノブがついてますのでね、若干あれどこだっていう風に迷うんですけど、まあ2回目からは全く問題ないですね。今もうしまいましたけど、これもすごくコントロールしやすいです。ちょっとインナーシールドも歪み見てみましょう。うん。インナーシールドの方も全く歪みとかは感じないですね。結構、スモークはスモークなんですけど、そこまで濃いスモークじゃないかな。最近被った、こういうインナーシールド付きのヘルメット、もうちょっとスモークが濃かったような気がしますね。で、やっぱかなりこれ、インナーシールドは大きいですね。視界の結構下縁ギリギリぐらいまでスモークの視界になるので、これはね、いいですね。やっぱインナーシールドはちょっと大きめの方が僕は好みですね。今日は結構風が強いので、ヘルメットの静粛性を検証するにはちょっと条件が悪いんですけど、ただね、思っていた以上に、チンカーテンの効果はしっかりありますね。結構薄手でメッシュみたいな生地になってたので、風が勢いよく入っちゃうんじゃないかなというふうに思ってたんですけど、
ある程度ね風をカットしてくれて、多少通気のために入ってきてる感じはするんですけど、なんかねそれが音になってる感じはしないですね。今ちょっと走りながらですねベンチレーション開けてみました。はじめちょっと迷いますね。この頭頂部のねベンチレーション突起になってるんですけど、ちょっとちっちゃいんですよ。でそこをね初め探すのにちょっと手間取りました。あと口元の方もね、あれどこを押すればいいんだろうって一瞬迷いますね。一回場所が分かってパチって操作ができちゃえば次回からそんなに迷わないんですけど、一番初め操作するときはね若干迷うって思っといた方がいいと思います。で頭頂部のベンチレーションはね思ってた以上に効きますね。開けてるとね頭の真ん中を結構しっかり風が抜けていく感覚があります。今日なんか結構寒いので頭あんま汗かいてないんですよ。これが汗かいている時だとそこに風が抜けるだけでかなり分かりやすいんですけど、まあ、今日の場合だと寒くて汗もかいてない状態なんですけど、結構ねしっかり頭の真ん中を風が抜けてってるのが分かりますね。で口元のベンチレーションに関してはちょっと上の方が開くので、そこが開いたって走行風入らなくねってちょっとね走るまでは思ってたんですけど、こっちもね思ってた以上に入ります。そんなにレーシングポジションを取ってるわけじゃないです。今日 NMAX なんで乗車姿勢が比較的直立な感じなんですよ。だヘルメットもあんまり下向きに今してるわけじゃないんですけど、それでもねある程度風は入ってきますね。うん、なんかね正直ベンチレーションに関しては想像以上でした。そういえばちょっと内装紹介の時に言い忘れてたような記憶があるんですけど、このヘルメットスピーカーホールはついてますね。結構なんか一般的なヘルメットのスピーカーホールって本当に丸型になってるじゃないですか。でもねディスコール2のスピーカーホールってまん丸じゃないんですよ。ちょっといびつな形してるんですよね。それも変わってるなとは思ったんですよね。で結構そのスピーカーホールってむき出しになってると、このチンカーテンのところからの風が強く入ってくると、そこに風が流れてね、これがまた風切り音になっちゃったりするんですよ。でこのヘルメットに関してもスピーカーホールのところ使わないときに埋めるようなクッションとかはついてないんですけど、ただこの結構チンカーテンが風をしっかり切ってくれてるんで、耳の方まで流れて風の音になってるっていう感じはしないですね。高速道路を今70キロぐらいで巡航してます。まあ、下道よりも少しスピードレンジが上がってるような状態なんですけど、頭頂部のベンチレーションはかなり勢いよく入ってくるようになりますね。やっぱ速度に乗じてしっかり風の封入量が増えてきてるような感じがします。ただ口元に関してはそんなに極端に増えてる感じがしないですね。常に適度に風が入ってきてるような感じです。今ちょっと季節が寒いのでもうちょっと走ったら閉めちゃおうかと思ってますけど、まあ、口元に関してはあんまりギャー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 入ってくる感じじゃないので、もう寒くてたまらんとかそういう状態にはならなそうですね。でずっと今インナーバイザーを出しながら走っててですね、今まさに太陽に向かって走ってるような状態なんですよ。で若干これスモーク薄いかなとは思ったんですけど、いやしっかり十分ですね。今結構一番眩しいような状態だと思うんですけど、眩しさをそんなに感じないので役割としては十分だと思います。でこの風の抵抗に関してはですね、もう今日四方八方から風が吹いてきているので若干分かりにくい部分はあるんですけど、まあ、こうやって高速道路をですね今85キロとかで走ってますけど、まあ、ちゃんとしたスポーツフルフェイスなので抵抗を感じるってことはないですし、スタビライザーが効いてね安定させてくれてるのかなとは思いますね。もうフルフェイスはもういちいち言わなくてもいいのかもしれないですね。フルフェイスかぶって走ってて妙に抵抗感じるとかっていうのはあったことが今んとこないですね。やっぱりあのアドベンチャーのヘルメットとかだとね多少はありますけどね。というわけで今回はシャークヘルメットのディースコール2を紹介させていただきました。まあ、このヘルメットに関してはポイントは3つですね。1つ目がまず若干横幅が狭いということですね。まあ、僕の場合は頭が S サイズと M サイズの中間ぐらいのサイズなので割とぴったりっていう感じにはなっちゃいましたけど、普段 M サイズでぴったりという方は若干横幅がきついかもしれないですね。
まあ、僕今1時間半ぐらいこのヘルメットをかぶって走ってるんですけど、本当にサイズが合わないヘルメットかぶってるともうすでに頭痛くなるか気持ち悪くなるかなってると思うんですけど、僕の場合はこれでやっぱぴったりっていう感じですね。やっぱ横幅少し詰めてもらってるので多少横幅が狭いこの D スコール2でもぴったりっていう感じなんですよね。2点目はグラフィックがかっこいいっていうところですね。まあ、こればっかりは好みなんでちょっと押し付けらんないですけど、すごいねパールが入ってて光が当たった時に本当に綺麗なんですよね。このグラフィックはマジでおすすめです。もう D スコール2買うならシガンシガンがかっこいいです。まあ、他のねグラフィックもかっこよかったですけど、僕個人的にはこちらのグラフィックがおすすめとなります。で3点目はですね、結構なんだかんだコスパがいいですね。曇り止めのシートとかもついていて、インナーバイザー付きでラチェットバックルを使ってるですね、ちゃんとしたヘルメットで、性能もすごく高いです。静粛性も高いですし、まあ空力は言わずもがなってとこなんですけど、まあインカムとかにもねしっかり対応してますからね。で大体ね実勢価格が楽天とかで見たらね3万円ちょっとぐらいなんですよね。グラフィックモデルで3万円ちょっとぐらいで売られてるお店とかもありましたんで、まあ3万ちょっとのヘルメットだったらかなりコスパがいい方なんじゃないかなと思いますね。まあとにかくですね、ちょっと海外ヘルメットでサイズに関しては若干癖がありましたんで、そのあたりはね買うとき参考にしていただけたらと思います。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。 Twitter と Instagram もやっております。概要欄の一番下に URL がありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。